海外からの観光客も多いこと。ここは仙北市角館町の武家屋敷通り。いつ来ても風情があっていい街並みだ。角館の中心部から南に300メートルほどの公園、何やら変わった遊具を見つけました。カーテンの奥には一体なんとびっくりピアノがありました。ヨンちゃん、よく来たね。近くに住む佐藤千尋さん、17歳です。大工の父親が仕事先からもらってきたピアノを見て、みんなが弾けるようにと公園への設置を提案しました。板金職人など地域の人たちが協力して雨よけの小屋を建て、5月の大型連休明けから開放しています。自分が思ったよりすごい出来が良くて、僕も学校帰りに週2、3回程度弾きに来てます。中学生なんですが、とても楽しい友達ができました。素晴らしいものができて、本当に町内としては本当に嬉しい限りです。かなりよそからもいろいろ公園に来てくれてですね、本当につながりが深まってくるんじゃないかなと期待しております。これは私が鉄塔の廃棄部材で作った滑り台です。滑り台最高。バイバイ。年齢にかかわらず思う存分遊具に親しみ、こんな光景以前より見なくなったな。花火もできてピアノ演奏も楽しめる地域の人の憩いの場、それが仙北市角館町の緑公園なのです。